偽りな着物は2012年のデンマークのドラマ映画、トマス・ウィンターベア監督、マッツ・ミケルセン主演。クリスマスを迎えるデンマークの焦燥を舞台とし、集団ヒステリーの対象となった男性を描く物語である。2012年5月に開催された第65回、カンヌ国際映画祭では、コンペティション部門で上映され、ミケルセンが男優賞を受賞した。また、 第86回アカデミー賞では外国語映画賞にノミネートされた。ルーカスは学校教師だったが妻との離婚を経て今は息子のマルクスとの関係を保ちながら幼稚園の教師を続けていた。彼の友人、テオの娘であるクララはルーカスを好いていたが贈り物をしようとしても彼がガンとして受け取らないのに腹を立て幼稚園の園長に 彼が性的虐待をしたかのような告げ口をする。クララにとっては、ちょっとしたいたずらでしかなかったが、閉鎖的な田中町でこの発言は、大きな波紋を広げ、ルーカスは許されない変質者の烙印を押される。そして買い物に出ようにも店から追い出され、仕事も奪われ、いわれのない近隣からの攻撃に家に閉じこもらざるを得なくなり、ついには警察に連行されてしまう。だが、 証拠不十分なため無罪となり釈放されたルーカスは周囲の人々に自分の誠意を訴えることで関係修復を成し遂げた。すべては解決されたかに見えたが漠然とした悪意はなおも周囲に残り続けていることを彼は肌で知るのだった。デンマークの映画会社ゼントロパが2000万クローネで制作した。スウェーデンのフィルム IVST とゼントロパ、インターナショナルスウェーデンから 共同制作支援を受けた。さらに、デンマーク映画協会、デンマーク放送協会、ユリミッチス、ノルディスク映画テレビファンド、スウェーデン映画協会、スウェーデンテレビ、メディアプログラムの支援も受けた。カンヌ国際映画祭でのアレクサンドラ・ラ・パポートとトマス・ビンターベア。2012年5月20日、第65回カンヌ国際映画祭でプレミア上映された。 デンマーク語の映画が主要コンペティション部門で上映されるのは1998年以来である。同映画祭ではマッツ・ミケルセンが男優賞を受賞した。デンマークではノーディスクフィルム配給で2013年1月13日に公開が予定された。ありがとうございます。